藤井新八郎から1948年は日本の医師。秋田県仙北郡六号町六号あざ、本堂町出身。六号町長も務めた。本堂町の角に住み、源氏さんと呼ばれていた町医者である藤井源随の長男。六号町における医者が三代続く家系だった。1891年、秋田中学を卒業し、第一高等学校へ進学。 1896年には帝国大学医科大学へ入学し、1901年に卒業した。卒業当初は同大学病院の副讐、後、松江市の病院へ赴任する。その後、郷里へ帰り、六号町において初めて開業した、定大卒の医学士となる。1917年、六号町の町会議員となり、1929年に、 県の医者会会長に就任。町民からは院長さんと慕われ、1939年に押されて町長に就任。日中戦争、第二次世界大戦の難しい4年間、調整運営に尽くした。1930年の六号町の開業医は、新八郎の他にも、高橋敏貞、高橋哲造、栗林真赤坂淳二。 司会の高野橋豊、船木貴一と足し祭災だった。小杉天外の小説、真風恋風が読売新聞史上で人気が出てきた頃、そのモデルが新八郎と美高生の小西翔太郎かとホットな話題が街に流れた。天外は同じ六号町の出身である。ありがとうございます。